ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村古道を作銭形平治鳥物控えより秋祭りの夜この作品は、昭和28年、1953年読み切り小説集11月号鳥物祭りに掲載されたものです。それでは、 本文をどうぞ第一章銭形平時は久しぶりに田舎祭りを見物に出かけました調布街道を入った狛江村昔から狛人の末が伝えた秋祭りの伝統がその頃まで残っていて江戸では見られぬ 異国的な盛大さが見ものだったのです宿は北見の三五郎義理堅いいい目明かしでしたこの辺りは稲犯罪門の支配で江戸の真ん中と違って事件は少ないようですが人間と人間の関係がうるさいので実際こういった顔のいい親分衆でないとじって取りなわをあかっての きびきびししたた活動は難しかったのですそれはともかく平治がついたのは祭りの前の日の昼過ぎ「まあまあ一つおしめるよくれてっからよい宮へ繰り出そうじゃねえか」と三五郎は飲ませる工夫ばかり最もきた見の三五郎中年者の,のしたたかな男ですが平治には江戸で恩になったことがありせっかく呼んだのだから 存分にご馳走もして自分の近頃の威勢も見せてやりたかったのでしょう。ごり近い道を歩いてきてすっかりくたびれたところへ強いるほどに飲むほどに夕方はもうすっかり虎になった八五郎は宵宮の村が賑やかになる頃はぐっすり寝込んでしまって呼んでも叩いても起きることではありません。放っておこうよ。 鼻から提灯を出しているところを見るとお祭りの夢を見ているにちげねえ。平次は三五郎とその子分たちを促して宵い宮の太鼓の音のする方に出かけましたそれから二時あまり八五郎はようやく目が覚めましためっぽう喉が渇きます手でもたたこうと思いましたがこの部屋は母屋から離れていてそれも少し気の毒。 水差しぐらいは来ていそうなものと鎌首をもたげてそっと見回すとお<よ>窓の半分を明るくした秋の夜の月明かりすすきの中にしょんぼり女の立っているのが影絵のように鮮やかに障子に映っているのです「えどの親分様」。 瓶の毛がさらさらと風にほつれて、すごいほど華奢な手が生垣の杭にもたれるのです。俺に用事かえほかしちゃいけねえぜ。八五郎は立ち上がりました。はなはだ微ろな腰つきですが、江戸の親分と呼ばれて震えてばかりもいられません。窓を開けると水のような月よ。遠く祭りのどよみを聞いて低い生垣にもたれるように、 しょんぼり立っている女と顔を合わせました「お願いでございます江戸の親分さん私は殺されかけておりますどうぞお助けを」女は月に濡れてわなわなと手を合わせるのでした冗談じゃねえ俺の方が取り越されるかと思ったよ見たところ二本の足も満足に揃っているようだ相手が人間の女の子と分からや 言っておれにどんな用事があるんだ八五郎もようやく肝が座りました肝が座ると同時に食欲と無駄口の出てくる八五郎です私はこの隣の酒屋の者のですが北見の三五郎の隣の家というのはこの土地でたった一軒の大きな酒屋でそれが地主でもあり金持ちでもあり 安之助といういいう男でした主人の康之助は三五郎のところへ平次と八五郎が来ると早速呼び寄せられて江戸の孔明な御用聞きと近づきになり三五郎と三人連れ立って村祭りの酔い宮に出かけ今は留守のはずです。土地へ来るとすぐ八五郎もその噂を聞き 酔い潰れる前に三五郎に紹介されて口も利き杯も取り交わした間柄です「それじゃあおめえさんは太田屋のご主人の妹のおさめさんと言いなさるのか大層きれいな人と聞いたが」い,いえ違いますおきれいなのはおさめさんで私は縫いと申しますおおお神のおぬの縫いさんかそれも大層きれいだと聞いたが。 旅に出ると八五郎もこうお世辞がよくなるのでした私なんかとんでもないそうは言うもののおぬいも包みきれない嬉しさを両手の袖でこう胸のあたりを抱くのです女将も五十とも同じ年頃と聞きましたが青白い月の光の下ではぞっとするほど美しい二十一に器量好みで大田屋に拾われ 倍以上も年の違う主人の安之助に仕えて年頃のによった小十人の納めと亡くなった千歳の子でまましい中の娘十九の大梅の間に挟まり気兼労の多いその日その日にざらぬだに痩せる思いのおぬいだったのですところで誰がおかみさんを殺そうとたぐらんでいるんだ八五郎はざっと 人別を明らかにした上おぬいに問いかけましたもう酒の酔いも覚めてしまって月の光の中に細々と佇んだおかの体にも梅雨を起きそう祭り太鼓のとぼを塗って虫の音がじーっと耳にしみます第二章おかのおぬいの話はまことにとりとめのないものでした それによると近頃村へ来たなんとか坊の天慶という駅舎がめっぽう当たるという評判をとっているのでつい見てもらおうかと思っている矢先、手代の伊三郎が先駆けをして見てもらい「ご心臓まあ騙されたと思って行ってみてもらいなさい財布の中の穴あきせんの数まで当てるから」と勧められついその気になって 人相手相から身の上運勢を判断してもらうとこれが大変でした天慶という駅舎本人は古風に「御用事」と言っているのですがその言うことには「お前さんのうちに全く同じ年の女が二人いないかこの江戸の人は相国する運勢を持っているから同じ屋根の下に住んでおれば一方がきっと一方に殺される」。 くれぐれぐも気をつけるよううにという恐ろしい警告だったのですその殺すか殺されるかの最後の日も決して遠いことではなく年内いやいやこの月のうちにも2人の運勢の勝負は決まるだろうどちらか一人は一日も早く身を退くようにというのでしたお上のおぬいと小十とすなわち主人の妹のおさめは 同じ年の22向こうが殺されなければ私が死ぬと思い込んだ矢先この間から幾度となくおぬいの上に危険が襲いかかりました寝ようと思った床の中へ誰が入れたか研ぎ澄ました刺身包丁が入っていたり物置の2階からあるべきはずのないたくわん石が落ちてきて危うく頭を割りかけたりそういった不気味なことが 続出するのですっかり気を腐らしているところへ江戸から高名なおかっぴきがお隣へ来るという噂を聞いたのです村の祭りの宵宮は金剛へも聞こえた賑わいで村中のものはほとんど総出でした留守番のあるなしは田舎の人はあまり問題にもしなかったのですその中でおかのおぬいは頭痛がするからといってたった一人家にとどまりました 最も同じ家の離れに小十とのおさめも祭りを嫌って留守をしているとは知る由もありません村祭りの宵宮のにぎわい今夜は分けても村中の踊り手をすぐっての盆踊りもあるというのにそれさえも見ずにうつうつとしてこもっていたのは檻を見つけてお隣の三五郎親分の家へ来たという江戸の御用聞きに会い 事情を打ち明けて相談してみたかったのです。さあいつは俺にも見当はつかねえよ。八景屋村人の言うことは実って取れなでどうなるものか。まあ気を大きく持って様子を見ることだな。八五郎はおざなりぼ言うのです。八景屋さんを相手では喧嘩にも相撲にもなりません。おぬいは死をしよおうしおと帰りました。ほっそりした肩。 傾きかけた月の影も長く引いて哀れ深い姿ですが八五郎はそれを見送って大あくびを一つ枕を引き寄せてまた一音入りと決めました盆踊りが竹縄になったらしく太鼓の音に絡み合って歌声まで風の吹き回しで手に取るように聞こえますが武将もの八五郎はわざわざ起きだしてそれを見に行く気にもなりません。 やがて夜半も過ぎました踊りの太鼓や笛は用意のことではやみそうもなく夜更けの大気をかき乱して伝わりますが年寄りや子供や明日用事のある者はさすがに家路を急ぐらしく田んぼの中をざわざわとひときわ人の話し声が伝わります。間もなく銭形平次も宿の三五郎もその子分たちも戻ったらしく。 家の中が急に活気づいて隣の声までがにぎやかに聞こえてきました「今夜の踊りは面白かったがあんまり面白えんでお化けまでが浮かれ出て田んぼの中でみこしの入道の通るのを見た人間が三、四人もあるそうだよ」「子分たちの話が八五郎の寝ぼけた耳にもよく響きます」「そんな間抜けなものがこの辺にいるわけはねえじゃねえか」親分三五郎の 分分別臭いい声ですす親分はそう言いますがね盆踊りの途中で途中から帰ったのや用事の都合で遅く来かけた者がトんぼのあぜ道で一畳余りもあろうという恐ろしい怪物に会ったり後ろから追い回されたりして腰を抜かしているのもあるそうですよ。新田の嫁と奇獣のところの隠居とと子分は指を折っているのです。そんな話を銭形の親分に聞かしちゃう。 村の恥になるじゃねえか。でも白いふわふわした大入道が風のような速さで飛ぶんだそうで。子分たちもなかなか負けてはいませんがその時でした隣の大田屋で大変な騒ぎが始まったのです。